皆さんお久しぶりです。今日は羽田空港近くにあるブルーコーナーを訪ねてきましたので、その様子をレポートします。今回の出発地は東京モノレールの浜松町駅です。東京モノレールには久々に乗ったわけですが、こんなに揺れるとは思ってなかったですね。まあ開通が前回の東京オリンピックの前ということもあって、またモノレールにしてはすごく高速で走るので、まあ揺れるのは多少仕方がないかなといったところではあります。私が乗ったのは空港快速です。この空港快速は浜松町を出ると次は羽田空港の第3ターミナルまで止まりません。東京モノレールのいいところは鉄道と比べて高いところを走るのでとても眺望がいいことですね。夜景ももちろん綺麗に見えます。今回の目的地のブルーコーナーには2店舗ありまして、1つは東京モノレールの整備場前、もう1つが同じく東京モノレールの新整備場前にあります。今回は新整備場前の方に行きたいと思います。このお店は飛行機好きの間ではよく知られているお店かと思うんですが、タモリクラブでも取り上げられたりもしています。東京モノレールには空港快速、区間快速、普通列車の3パターンの列車があります。区間快速は天王洲アイル、大井競馬場前、流通センターの各駅にも止まりますが、この空港快速はその3駅は全て通過し、次は羽田空港の第3ターミナル駅です。昭和島駅では先に発車した普通列車を追い抜きます。モノレールでこのような施設備がある駅はなかなかないと思うのですが、他にあるのでしょうか。もし知っている方がいれば教えてください。浜松町から13分ほど走ると羽田空港第3ターミナル駅に到着します。新整備場に行くにはここで普通列車に乗り換えが必要です。この羽田空港第3ターミナルは主に国際線のターミナルとして利用されています。この動画を収録した2020年12月現在では、新型コロナウイルスの感染拡大により航空路線、国際線、国内線を問わず大きな影響が出ています。特に国際線に関しては入国制限等の規制があるためか、降りた人は私を含め3人しかいませんでした。本来であればインバウンドであふれ返っているであろうこの第3ターミナル駅、今はガランとしています。先ほど昭和島駅で追い抜いた普通列車に乗り換えます。で、こちらの列車なんですが、モーター音が非常に懐かしい音がしました。この音を聞くと私が小さかった頃乗っていた電車を思い出します。新整備場の駅の前でモノレールは地下に潜ります。この先は羽田空港の滑走路、誘導路の下を走っていくこととなります。新整備場前駅の改札は1箇所しかなく、
また地上への出口も1箇所しかありません。出口を出てまっすぐ進むとファミリーマートが見えてきます。そのビルの2階が目指すブルーコーナーです。はい、それではブルーコーナーからの羽田空港の夜景をご覧ください。今回のレポートは以上です。この動画がいいと思ったら、ぜひ皆さんも新型コロナウイルスが落ち着いた頃に訪れてみてください。なお、こちらのお店は土曜休日は休業となりますので、そちらも十分にご注意ください。はい、ここからはおまけコーナーということで、Google マップによると羽田空港とこのブルーコーナーは徒歩で行くことができないというふうに地図上言われてしまうんですが、実際に行くことができます。今回のおまけコーナーは徒歩で羽田空港第一ターミナルまで向かってみようと思います。暗所撮影ということもあって、先ほどのモノレールの画像よりもさらに手ぶれがひどくなっています。画面酔いには十分にご注意ください。この横断歩道を右に回ると国道357号線に降りる階段があります。ここを下ってください。この階段を降りてしまいさえすれば羽田空港第一ターミナルまでは一本道です。このまま進んでください。ここからは一本道ということもありますので、早送りでお伝えします。まあ、この徒歩ルートのいいところというのは、ちょうどこの上が誘導路になっているので、その下を歩くことができるという意味では貴重かと思います。まあそういった空港って結構あるんですけどね。あと東京モノレールが首都圏の鉄道としては運賃が高めなので、安い京浜急行を使うこともできるというメリットがあるかと思います。羽田空港の第一ターミナルからブルーコーナーまではおよそ徒歩で10分から15分といったところです。羽田空港第一ターミナルに到着しました。羽田空港から向かうときはタクシー乗り場を先に進みます。この先は一本道です。
こちらは羽田空港の第一ターミナルです。やはりコロナ禍ということでとても欠航便が多くなっています。欠航が多いな。ということで今回の動画はこれで終わりです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。